客様では、これまで情報システム部門において Excel を使い IT 予算の執行管理を行っていました。ところがビジネスの成長に伴い戦略的な IT 投資を積極的に行っていく中で、以前にも増して予算の正確な見通し管理や様々な分析が必要になってきたため、 Excel での運用に限界を感じていらっしゃいました。同社の情報システム部門では、病院費用、ハードウェアの購入や保守、ソフトウェアライセンス、ネットワーク回線料金やデータセンター利用料など様々な品目を管理しています。定額のものもあれば、プロジェクト単位の発生ベースでの購入、一時的な増員など、いつどれくらいの数量でいくら発生するのかといったことをあらかじめ計画し、実行し、変更管理していくのは一苦労でした。ましてや同社では1年先を見据えて予算策定を行うために、何月にサーバーを購入し、何月に作業を研修し、何月に実績が立つかといった具合に細かい計画を立てるのは非常に困難でした。その上、減価償却やランレートの考慮も必要なため、さまざまな分析も必要になっていました。また発注件数が増えるにつれて、一連の発注、研修、請求、支払いのステータスを適切に管理するために多くの工数が必要になってきたことも問題となっていました。特に同社の場合、発注、研修は情報システム部門が行っていますが、月次集計するのは財務部門であり、お互いがそれぞれのフォーマットでデータを管理するため、双方の数字が合わないということがよくありました。そこで同社が導入したのが、オラクルプランニング&バジェッティングクラウドサービス PBCS をベースとした TIS の IT 予算執行管理クラウドサービスです。一番の効果は、共有サーバーに格納していた複数の予算管理シートが PBCS というクラウドシステムに一本化され、また外部システムのデータも取り込むようになり、データの一元管理が可能となったことです。さらに多軸分析機能により、担当者、案件番号など様々な軸で分析が容易になったこと、常に最新のデータを参照できるようになったことで見通しの精度が向上したことも成果です。今回お客様からは、予算管理システムで世界的に実績豊富なハイピリオンと同じエンジンを持った多軸分析機能や、オラクルクラウドの強固なセキュリティ、1.5 ヶ月で無理なく導入可能な TIS の短期導入メソッドなどをご評価いただき、採用に至りました。ご興味のある方は、ぜひウェブよりお問い合わせください。